今日はソシオニクスの LSI というタイプの紹介をしたいんですけども、はい、我々のこのソシオニクスの紹介は、はい、うん、めまいさんのいざよいブログから紹介をさせていただいてます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。LSI というのは検察官というソシオニクスの呼ばれている、うん、はい、当てはめているものですね、はい、強い国旗心、抜群の勝負強さ、几帳面という特徴があるソシオタイプの一つですと、うん、国旗心というのはかつって銃書いて口書いてちょろんって書くのと、はい、己に勝つ、要は己に勝つってやつですね、うん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 、この LSI は MBTI タイプの ISTP とおおよそ対応する、まあ、諸説ありますがと、はい、うん、もので論理感覚内向型のタイプですと、はい、検察官あるいはマクシムと呼ばれていますと、うん、地に足をつけて考え、うん、ストイックに粘り強く突き進みますと、はい、LSI は強い意志を持つ勤勉で辛抱強い人ですと、うん、タスクをこなしたり確かめたりするときはしつこくて文句が多くなりますと、混乱していて不安定な人たちのお世話をして自分の仕事をどうしたらこなせるかを説明してあげますと、うん、LSI は真面目な現実主義者であり不毛で非現実的な空想には耐えられませんと、うん、自分の批判が正しいことを証明し自分が正しかった過去の事実をたくさん引用することで、うん、言い分の裏付けをしますと、はい、でまた細かいところまで確認し曖昧なままにはしないと、うんうん、自分の仕事は徹底的に、うん、計画的に取り組みます、うん、LSI は専門的な問題においては徹底していて、うん、正確で具体的であるのが特徴ですと、うん、注意深く計画を立てて、うん、隅から隅まで徹底的に調べて解決策を見つけますと、うん、感情よりも仕事の問題を優先、あらゆる規則を考慮に入れます、うん、自分の私物も整理しますと、はい、そんな徹底的な LSI ですがちょっと口うるさいところがあります、うん、細かいことに目くじらを立てて時代に取り残されたり、うん、うさんくささを煙たがられたりすることもあるかもしれませんと、うん、説教くささ、僕なんて言いました、うさんくささ、あ、本当だ僕の気持ちが入っていましたかねそうかもしれない。説教ぐささが煙たがられたりすることもあるかもしれません、うん、まあ、確かに、うん、あの僕はどちらかというと、どちらかというと言うとっていうか、はい、あの F の系譜なので、はい、F ブラッドなので、うんうんうん、まあまあのが先なんですよ、うんうんうん、まあいいじゃんこのぐらいでって、うん、まあ、そんな言わなくてもさ、うんうん、わかるじゃんって、うん、わかるよねっていう感じなので、うん、はい、なんか1から10まで言われると、うん、批判かって、うんうんうん、なんだってなるんですね、うんうん、でもこれを読む限り、うん、そんな感じでもないですもんね。まあでも批判はあるんじゃないですか。それは正しくない、なるほど、うん、あるが、なんて言うんだろう、攻撃してやろうとか、あ、まあ、そういう、まあ、感情はないですからね。多分これはこういう風にするといいよ、あなたのそれは間違ってるよはい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 、はあなたはもっとこういうふうにした方がいいですよって、でそれがこう正しい理論をこう説明するみたいな感じですよね。で そこには、うん、多分悪意は一滴もないんですよね。悪意はなくて本当にあなたはこうした方がいいって思ってるって話ですよ大きなお世話だよっていうタイプっていうタイプですね、うん、だからあの積極臭いって思われるって話ですよ。はい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 、ただめちゃめちゃ頼りになりますと、うんうん、でよくなんか口うるさい人って自分がやらなかったりするじゃないですか、うん、お前やってないのにさって口だけうるさいっていうタイプではないですもんね、うんうんうん、自分もやって自分にも相当の努力を課してやってるっていう人のアドバイス、うんうん、まあ、だから辛い部分もありますけどね言われる方が反論できない、反論の余地がないみたいなそうですね、うん、っていう LSI、うん、で我々はこの、まあ、うん、今ここにあるこのモデル A という8つにこの心理状態を分けたもので紹介させていただいてますと。
この LSI のモデル A、はい、ファースト、手動する機能ですね、うん、この手動する機能というのは中心となる機能で目立ち、さらに自信もある、うん、ま、なんでこの LSI にとってのリーダーですね、うんうんうん、葛藤がある場合に最終決定を下すのがこのリーディングファンクション、うん、ファーストが TI 内向思考ですと。手動する TI を持つ彼らは、うん、論理を通して現実を眺めており、うん、物事の正確性と妥当性をすぐさま認識し、うん、現実そして自分の味方との行動とのシステムの中を物事にうまくはめ込みます、うん、新しい情報や体験について論理的な主張を自由に、時には誇張を交えて行いますと、うん、例外のない法則を最も高尚なものとしており、うん、それが共同体の規則であろうが、うん、自分の法則であろうが、もしくは他人のルールでもあってもいいが、うん、一定の法則に従わない人やものについては、うん、いつも批判的ですと、うん、他人のルールを採用することはできますが、うん、最終的な決定は自分の法則に基づいており、うん、自分の法則を常に洗練 させていますと、うん、当たり前の基準が高いのでしばしば厳しい、うん、厳しい人、うん、かっこめんどくさい人、うん、と思われますと、うん、なのでまあいいじゃんが通じないんでしょうね、うん、ダメですよここまでやらないとって詰められるわけですよいいじゃんもうみんないいってこの場のみんないいって言ってるからいいじゃん、うん、っていうところですよね、まあ、めんどくさって思われる僕は思う方です、うん、いつも、うん、でもなんか言い出すとあもうああ分かった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 、うん、じゃあやろう、うん、ってこっちの方は思ってたじゃないですか、うん、そうすると今度こっちから、うん、もういいじゃん言われるわけですよねはいそうするとどうするんですか。まあまあ、うん、で取れもできてない、うん、俺が責任取るから大丈夫、うんうん、でなんとか行く場面と行かない場面が、うん、こっちも怒り出してこっちも怒り出して、うんうん、僕も怒るっていう、うん、まとまらない時代になりますよね、うんうん、隊長どっちにいます。僕どこにいます隊長今のこのポジションの中だと。僕は多分何も言わないです。いいじゃんとも悪い、まあある意味賢い。どう逃げるかですよ。はいはいはい、はい、賢いですね、うん、ではそんな人のセカンド、想像する機能、クリエイティブファンクションですと、うん、この想像する機能は、主導する機能を補佐する副リーダーであり、うん、状況を判断してそれをリーダーに伝えるのが仕事。主導する機能に比べると自信がなく、うん、控えめですと、うん、そこの想像する機能は SE、うん、外交感覚だと、うん、壁にぶつかった時は直接的な行動を起こすことで自分の目標や欲望、うんうん、さらには仲良しの友達や家族、うん、仲間の利益を達成できるように努めます、うん、他人に必要な行動を起こすよう努めたり、うん、個々の状況ではわざとプレッシャーをかけたり、うん、突然組織の役割を引き受けたりすることもあるかもしれません、うん、基本的には衝突を求めませんが、うん、衝突が怖いわけでもないと、うん、自分の責任を真剣に受け止め、うん、コツコツ丁寧にそれを果たそうとする、うん、そして他人にもそれを期待しますと、うん、厳しいですねやっぱりね。厳しいと思いますよ。でもそれは、うん、この場を考えてのことですもんね。この場を考えてのことです。この場のことを考えて、うん、あえて厳しい役目を引き受け、うん、論理的に説明する。しかもその基準はとても高い。とても高い、まあ、俺もやってる。そう、論理的に考えると、はい、ここまですべきだみたいなのが多分あるんだと思うんですよ。だって見てそれを感覚できっちり捉えてるんですもんね、うんうんうん、だってみんなここまでやってて、うん、確かにそこまで必要だ、うん、でこう周りをちゃんと多分見てるわけじゃないですか、はい、ありのままを。君はここが足りないそうからこれをやれ、であなたはここまでできるみたいな、まだここまで頑張れるよねまだあと2時間あるからここまで詰めれるよねみたいなことを多分ちゃんと見てて、ありのままを見てて、はい、あなたならここまでできるってそうこうあの、ね、正しいんですそう正しいんですよ、正しいんですよそう圧倒的に正しいんですよ、うん、っていうのをこう言う、はいはい、うん、っていうとこですよねきっと。じゃあ正しさが全てかってでもこう反論しづらいじゃないですか、正しいんで。そう
あの反論しづらいし、うん、あの口論しようとしたときに、うん、もう負けが見えてるんですよ。そうなんですよ。口論では必ず、だってサボりたいじゃんって言えないじゃないですか。言えない。だって彼やってるもん。そうし、僕がその場で成長するためには、うん、やった方がいいって分かってるんですよ、うんうんうん、足りないのも分かってるんですよ、うん、もうちょっと頑張れば、まあ、だから無謀なことは多分言ってこないんですよ。あ、君に合わせてやってるよって。こっちも君ならここまで絶対できるよねっていうところを多分のギリギリのところまで攻めてくる。俺はもっとやってるけど、うんうん、君のレベルにはちゃんと合わせてやると、うん、あ、まあ、君のレベルも多分ちゃんと見てる。できる人はもっと要求するだろうし。みたいな。ここってサボってる部分だよねっていうのを指摘してくるわけですよ。なんでしょうね、この劣等感が。なんかゾワゾワする感じは、うん。